どうも孤独で、ここはね、うちの屋根の上ね、屋根の上。なんで屋根の上にいるかというと、まあ、ちょうど今年ね、大雪降ったんで、雨どい壊れた、雨どいね。で、足場をね、組んでもらったんで、これ幸いにということで、まあ、塗りましたよ、塗りましたよ。で、大体この屋根は塗り終わって、今、軒下のね、天井の裏塗ったんですね。で、ここをあと2回塗ります、2回。2回塗ってね、10年間持つようにしたいと思いますね。それでもうこれから5からね、社会保険事務所に行って、障害保険のね、申請、障害保険じゃないね、障害年金のね、申請に行きたいと思ってました。それでね、途中、あれはね、4号線沿いにヒノトリだったかな。結構美味しいラーメンのお店あるんですね。で、そこに行ってラーメン食べていきたいなと思っております。それではね、美味しいラーメンを食べに行ってまいりましょう。お金のない孤独さんはいつも自分の家を自分で直していきます。これは7年前に畳の部屋をフローリングにしていったところですね。東日本大震災で被災した実家を2年間かけて直したことによって半分大工みたいになったんですよね。だから今回屋根のペンキも自分で塗ることにしたんでした。さすがに色あせてきてますね。サビも上がってきてましたね。雪止めも塗らなきゃ。壁もみっともないことに。軒下も汚れてます。ここも塗っちゃいましょう。一体どうなるのかな。孤独の匠はどんな仕事をしてくれるのかな。楽しみだな。何ということでしょピカピカの新築みたいになったじゃないですか。雪止めもきれいに仕上がりました。みっともなかった壁もパテ埋めしてきれいに塗り上げました。軒下もピッカピッカです。孤独さん、これからも大切に家に住み続けてくださいね。あ、飯だった。僕が頼んだのが味玉味噌ラーメンでございます。しっかりと味の染み込んだゆで卵がトッピングされているやつですね。ライスが無料ということで半分だけ装ってまいりました。それでも少し多かったかもしれません。スープにニンニクがよく絡みついております。これから年金事務所に行くんですが、匂いがちと気になりますね。極太のもちもちとした麺です。これは自家製のものかな、それとも製麺屋さんのものでしょうか。僕はどちらかというと細麺の方が好みですが、これはこれで食べ応えがあっていい。がっつり系の方にはたまらないラーメンじゃないでしょうか。味玉味噌ラーメンも中盤戦へと突入いたしました。脳内の満足中枢もどんどん上がってまいります。
後ろの席で釜石出身盛岡在住の方がラーメンを食べております。なんだか僕のことを話しているなぁと思って声をかけました。いつも動画を見てくれてありがとうございます。最近転換の発作を起こして元気がありませんでしたが、動画を楽しみにしている方々のためにも頑張らないといけませんね。そうだ孤独、病気なんかに負けるな。おっと天の声が聞こえてまいりました。これから僕の動画にたびたび登場することになりそうなので、こちらもよろしくお願いいたします。チャーシューもでかくていいですね。一口で食べきることができないサイズ感です。ますます満足感のボルテージは上がってまいります。味噌ラーメンも最終盤戦へと差し掛かりました。半分だけ味玉とチャーシューを残しておいて最後のお楽しみでございます。小さい頃から好きなものは最後まで取っておく派です。これが貧乏症と相まって大切に大切に育てていくのです。スープの味が染み込んでますます美味しくなっていくのでありました。